こんにちは、ゆうです。私が今いるのは自宅の1階、玄関を開けて入ってすぐのお部屋になります。私はこの島のホテルとして自宅をレイアウトしていこうかなと思っているので、まずはこのお部屋をホテルのフロントとして作っていきたいと思います。3つの出入り口があるのですが、これをこのまま活かしつつお部屋を作っていきます。それでは早速やっていきましょう。イメージは外国の古いちょっと高級なホテルを作っていきたいと思います。この部分にフロントのカウンターを作っていきます。奥側には備品が置けるように金庫やテーブルなどを置いていきます。後ろ側から撮影した時にもすっきりして見えるように家具の角度を考えて配置していきます。フロントの正面にはロビーのような感じで座るスペースを作っていきます。ソファーなどの家具はなるべく座れるように間隔を空けて配置しておきます。このブースのラグは2つの出入り口に続く動線に重ならないように配置をしたのですっきりして見えると思います。入り口側には薪ストーブとウェルカムドリンクを置く台を作ります。このウェディングのテーブルのお花が目立つので背面を向けてみましたが、玄関側から見たらお花が丸見えになってしまいます。なので置く角度を変えて少しでもお花が目立たないように配置してみました。さらに家具を置いていきます。今回はまだ3つのお部屋は完成していないので、ちょっと行けないように家具をかぶせて配置しています。先ほどあえて縦向きに設置したこのテーブルの上にエスプレッソマシンを置きたいと思います。マシンの裏側があまり可愛らしい見た目ではないので、この角度で置いてしまうと入り口から入ってすぐに裏側がよく見えてしまいます。なのでやはりあえてテーブルを縦向きに設置してあげることでマシンの中の小さな可愛いカップも見えるし、もう一つのアイテムもよく見えてすっきり綺麗な見た目になったと思います。黒いアンプは側面を向けて配置することでフロントでお預かりしている大きな荷物のようなつもりで置いてみました。反対側を向けてしまうとこちら側から撮影した時にアンプ感が丸出しになってしまうので聞く側を向けています。それからフロントの備品に見立てた小物を配置していきます。デスクトップ PC や書類の山、文豪セットは名前を書いてもらう書類です。ゴングはお客様が鳴らすベルに見立てて置いてみました。小物がある程度揃ったので今度は壁を装飾していきます。外国の古いホテルをイメージしてキーハンガーをずらっと並べてみました。こちら側にはアカデミーの盾を並べていきます。賞を取ったホテルのような感じに見えたらいいなと思って配置してみました。絵画の高さですが、座った時にこんな風に頭がぶつかってしまうのは見栄えが良くないので少し上にずらします。少し高さを変えて確認してみると今度はちょうどいい高さになりました。ただアカデミーの盾と時計の高さがちぐはぐな感じがしたのでこれもバランスを見て調整します。こちら側には少し横長の絵画を配置してみました。こちら側の壁には入り口っぽく左右対称にキャンドルを配置してみました。監視カメラもつけてあげるとそれっぽくなるかなと思います。全体を見回してちょっと物足りない部分にグリーンのアイテムを配置していきます。最後に床のアクセントとしてラグを敷いていきます。こんな感じでホテルのフロントとロビーの部屋が完成しました。今回はフロント係の衣装を用意してみました。ようこそ当ホテルへというところでしょうか。こちら側から撮影してもすっきり綺麗な画面になっているかなと思います。お客様の情報をパソコンで確認したり、ロビーの備品を綺麗にしてみたり、ウェルカムドリンクを用意したり、
暖炉の火の様子を見たり、いろんな場所で撮影してみると良さそうです。玄関から入った様子を見てみましょう。こんな感じになっています。やっぱりこのテーブルを縦向きにしたことで画面がすっきり綺麗になったんじゃないかなと思います。斜めから撮影してあげると奥行きが出てよりいい感じになるんじゃないでしょうか。上のお部屋はまだ家具があんまり揃っていないので、ちょっと簡単な作りにしておきました。また後日、じっくり作ってご紹介したいと思います。今回塞いでしまった3つのお部屋も今後じっくり作ってご紹介をしていきたいと思います。そして今回は地下のお部屋をもう一つレイアウトしていきたいと思います。この地下の横長の広いお部屋、ここの広さを生かして、浴場を、お風呂場を作っていきたいと思います。ローマのお風呂をイメージしてちょっとロマンチックな雰囲気のお部屋を作ってみたいと思います。それではやっていきましょう。今回はローランから買えるルネサンスな壁紙と雲の上の床を使っていきます。雲の上の床はもう知っている方も多いかと思いますが、 SNS などで他の方がやってらっしゃるのを見て参考にさせていただきました。こんな感じで木製のラグを敷いてあげると、その上に湯気のような感じで雲がふわふわっと浮かび上がるのを利用してお風呂場を作ります。私は自分で作ったマイデザインのタイルを上に敷き詰めて使ってみることにしました。真ん中部分はお風呂の浴槽をイメージして四角く開けておきます。床が完成したので今度は家具を置いていきます。この美しい彫刻をこのお部屋の目玉として配置していきたいと思います。南国っぽい観葉植物をたくさん置いて、少し温室っぽい空間を演出していきます。この座布団は浴槽の縁に腰掛けて見えるように置いてみました。今回はお部屋の照明を落として薄暗い感じにしたいと思います。一番目立たせたい美しい彫刻の周りにたくさんキャンドルを置いて、あとは四隅に少しずつキャンドルを配置してみました。小物の配置がだいたい終わったら、今度は壁を装飾していきます。ウェディングの壁飾りを左右非対称に配置することで自然な植物っぽさを演出してみました。壁掛けのグリーンをたくさん配置していくんですが、このソファーの席は座って頭にぶつからないようにバランスを見て配置しておきます。いつもは壁のディティールをよく見て、なるべく違和感のない場所にアイテムを装飾していくようにしているんですが、今回はあまりこだわらずにランダムな感じになるように気をつけて配置をしています。一つの壁だけではなくて、隣り合った壁との関係もよく見ながら、なるべくバラバラになるように調整をしていきます。入り口にはヒアシンスのリースを置いてみました。小物の配置がだいたい終わったのですが、照明を落としてみると美しい彫刻が全然目立っていないことに気がつきました。ろうそくの位置をいくつか調整をしていたのですが、壁掛けキャンドルをこのヴィーナスの足元に配置すると光の感じが変わることに気がつきました。ウェディングの壁飾りを少し上にずらして、ヴィーナスの足元に壁掛けキャンドルを隠すように置いてみました。こんな感じでローマ風の大浴場が完成いたしました。いかがでしょうか。せっかくなのでお風呂っぽい格好に着替えてみたいと思います。浴槽に使って過ごすというよりは、その周りでちょっとサウナっぽくまったり過ごす空間になったんじゃないかなと思います。
ラタンのソファーに座って背中側からちょっと斜めのアングルで撮るとこんな感じです。奥行きが感じられていい写真が撮れるんじゃないでしょうか。電気を消すとこんな感じになります。最初の時よりも美しい彫刻がほんのり明るくなってよく目立つようになったんじゃないかなと思います。セピア色のフィルターを使ってみるとちょっと映画っぽい感じになっておすすめです。反対側の壁から見た様子はこんな感じになっています。座布団の上に座ることで浴槽の縁に腰掛けて見えるようになっているかと思います。こう少し斜めにしてあげると美しい彫刻側の植物の壁飾りがこうギュッと密度が高くなって豪華な感じに見えるんじゃないでしょうか。それからここでのモーションはあくびをしているモーションや居眠りをしているモーションがよく似合うと思います。ロマンチックでリラックスできる空間が完成しました。いかがだったでしょうか。今回はホテルの内装として2つのお部屋を作ってみました。一応今回は2階の大きなお部屋も客室としてレイアウトをしてあります。ただまだ家具があまり揃っていないので今後家具が揃ってから改めてレイアウトして公開をしていきたいと思います。それから他の3つのお部屋もホテルのいろんな設備の部屋として改めて作って公開をしていく予定です。また地下1階の浴場で使ったタイルのマイデザインはすでに公開配布を行っています。概要欄の方に作者 ID を載せておきますので気になったという方はぜひ検索してダウンロードしてみてください。そして今日の動画を気に入っていただけましたらチャンネル登録やグッドボタンを押していただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。それでは今回も拙い動画ではありましたが最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。